はい、皆さんどうもカメコです。本日もシティーズスカイライン PS4 版ミッショングリーンパワー編実況の方やっていきたいと思います。はい、というわけでやってまいりました。グリーンパワー編ですね。いやー、実に1週間以上飽きましたかね。お久しぶりの配信になってしまいました。気がつけばですね、もう夏も終わりまして、秋ですね。はい、月見バーガーが発売されたりとかね、いろいろ秋っぽい商品とかになってきてるんですが、我がアナナスシティは、四季はありませんのでね、ずっとこんな感じです。はい、でですね、前回は私もちょっと久しぶりで忘れちゃったんですけど、ここの上のタイルを買って、ここをですね、新しく、作っていこうというところで終わってたと思うんですが、確かね、なんかどういうわけか知らないけど、ここの方、引っ越ししてきてくれないと。なので、無理やりですね、この辺りに、作って、で、何が何でも7500人、到達するっていうところで終わってたと思います。で、ここのタイルの方を買って、いましたんで、ここドドーンとあるでっかい、森林林業の、特区になってますので、ここを林業特区を主に発展させつつ、人口も増やしていきたいと思います。で、確かそうだ、はい、念願のですね、この太陽熱発電の方が使えるようになったと。建設費がですね、9万ドルかかるんですけれども、マイルストーンのお祝い金もいただいたので、今14万8519ドルあるところなので、どっかね、街のシンボル的な感じで建てていきたいと思います。のためにここの、環状交差点ですねをちょっと、改築してやっていこうかなと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、できました。こちらのですね、以前ありました、Y 字の道路のど真ん中の環状交差点、ちょっとね、あの辺鄙なところに作っちゃって、上から見たらこういびつな形なんですが、環状の交差点の環状の部分は割と綺麗にできていると思います。で、ソーラーアップドラフトタワー、太陽熱発電ですねを一つ建てましたという感じで、そのおかげでですね、ちょっと区画整備とかしましたので、人口が減ったりお金が減ったりとかはしてるんですけれども、まだ赤字にはなってないかなという感じです。ちょっとね、動かしていきたいと思います。このアナナスシティはですね、夜が来ない、街なんですので、ずっとね、日の光が、差してるという状態でございます。はい、でですね、電力の方今こんな感じになってます。太陽熱発電を建てたことによりですね、ググッと発電量の方上がりまして、435メガワットになっております。はい、で消費電力はね、131メガワットなんですけれども、これ一つで300メガワットも使えます。で、あとここに、風力の改良型タービンをいくつかねつけてるので、まあ今ね電力余裕だけど、ひょっとしたら足りなくなるかもしれないんで、この辺のものは全部停止にしておきましょう。それとですね、予算の方で電力も 150% マックスにしてたんですけども、これも 100%、50% 減らしましょう。結構ね、電力お金かかってたんで、電力よりもやっぱり水の方がね、ちょっとお金はかかってるんですけれども、そんな感じになっております。とりあえずもうちょっとお金を増やして、ここの部分、発展させていきたいと思うんですけれども、ここね、もったいないなとやっぱりちょっと思いまして、なんか作れたらいいなっていう感じなんで、ここもちょっと作っていきたいと思います。初期のですね、こちらのタイル全て埋まりました。はい、ここの部分がですね、肥沃な土地で農業に、特化した土地だったので、ライラックハイツということで、我がアナナスシティ初のですね、農業区画、作っております。で、それに合わせてそこで働く人たちのですね、こういう感じの、住宅エリアと、あとちょっとした商業エリアも作ってます。で、あとライラックハイツ、高速道路の出入り口からかなり遠いところにありますので、出口がですね、出口というか、輸出するときに混んでも困るので、またいつものように、下のトンネルでですね、こういう感じでつなげています。はい、で、人口も8000超えしてきまして、で、ここの方もですね、前回なんでこんな引っ越してきてくれないんだろうと思ったんですけど、電気を通すのを忘れてました。
電気を通したらちょっとずつではあるんですけれども引っ越してきてくれてます。はい、ということでですね、ここも、林業エリア、かなり 大規模な林業エリアすることができると思うので作っていきたいと思います。それとですね、いろいろと私いじってて思ったんですけど、このねモニュメントというのがありまして、こちらね、まあシティーズの実況いろいろ都市やってきたんですけど、かねてからね作りたいわー作りたいわーって言うだけ言ってて結局作ってなかったんですよ。なので、今回このモニュメントも作って完全にエコな街目指していきたいと思います。で具体的にまあいろいろねモニュメントの種類があるんですけれども、まあ、何を作るかと言いますと、今回はですねエコな街、グリーンパワーが一応ミッションでなってるのでですね、そのエコに関しての、モニュメントを建てていきたいというところで、ここから見えてますこの究極のリサイクルプラント、こちらですねをまず一つ建てていきたいと思うのと、であとエデンプロジェクト、これも作りたいと思います。あとですね、エデンプロジェクト、これも作りたいと思います。と、もう一つ、この核融合炉、これですね。ということでですね、この3つのモニュメントを建てていきたいと思うんですけれども、モニュメントを建てるためにはですね、それぞれ6つずつ、特殊施設を建てないとこういけないみたいなんですね。でこの特殊施設を建てるには、まあ、マイルストーンで人口を増やす、というのもあるんですけれども、条件も一応ねあるみたいで、ほとんどはチェックマークついてるんですけど、例えば展望塔なんですけども、これだったらね1週間の観光客数が300にならないとこの展望塔を建てれるっていう条件をクリアしてないってことなんで、いくら7500人人口がいってるからって言っても無理だということなんですけれども、まずこのですねモニュメント、3つのモニュメントを建てるために必要なものですね、18個の特殊施設を建てていくことから始めていきたいと思うんですけども、これがね、まあ何がいるんやっていう話なんですけど、書き出したりいろいろしないとねちょっともう分かんないんですけど、でこのモニュメントなんですが今すぐは無理なんですよ。なんとね8万5000人メガロポリスに到達しないと無理なんで、このミッションが、5万人超えなんですけれども、もうせっかくなんでねメガロポリス8万5000人になってむちゃくちゃ住みよいエコな街を作ったらやないかと、ことにします。はい、なのでミッション達成できたらねこれ終わるつもりでいたんですけども、結構ね本腰入れて割と頑張って、アナナスシティとして建てていきたいと思います。で一応次のマイルストーンがですね、人口が1万1000人かな到達したら、次のマイルストーンステップに進むことができます。はい、人口1万1000人小都市、に、レベルアップしました。いろいろと新しいサービスが使えるようになったり、新しい条例が、使えるようになりましたね。まあ基本的に特にこう使ってみたいなっていうのは今のところはない感じですかね。エコな部分も、今はないかな。今回のは、交通に特化した、解除が多いですね。はい、ということで、今回この辺りで終わりにしたいと思うんですけども、こんな感じに今のところね仕上げております。はい、次回ですねこの辺りもっと発展させたいと思います。一応ここが住居エリアなんですけども、でここが、商業エリア、デカデカと撮ってるこちらがですね産業エリアで、林業の特区でやっていきたいと思います。はい、ということでこんな感じでですね、この辺で、死人のマークとかいろいろ出てるので、細々としたマークをですね消しつつ、でモニュメントを建てるためにこの特殊施設ですね、何を建てたらいいかっていうのも、ピックアップして、で建てていければと思います。はい、ということでですね、今回はこの辺りで終わりにしておきたいと思います。この動画が良かったな面白かったなと思う方は高評価チャンネル登録、あとコメントもお待ちしております。